では皆さんもしかしてあれか定番のリツイートタイムじゃあ今日も久しぶりなんでリツイートコンテスト開催しちゃうリツコンねリツコンリツコンいいでしょうこの今回のリツコンのテーマとしてはテーマいかに生きてその配信と思わせたもん勝ちコンテストまあいつもと一緒やなこれまあいいやじゃああんま変わらんでってことなまあそうだなうん よし。まず、普通の公式リツイートをした後に、インユリツイート。黙るのやばいな。神経がいいね。リツコン本気でやることはない。今、勝負に神経なってる。る今、多分ね、聞いてた人ね、あれ音入ってない っっってたたかのさ <laughs> <laughs> あれバグったよーし。皆さん、何て書いたんですかバグリーツイートしました。早いも申しましたよ。もうかなり期待内容ですよ。聞きましたよ、私は。坂田と俺と同じテイストなんだけど <laughs>。ああ、もういや、まあ、そう、でも今日これしかない、ね。まあ、でもそうだよね。まあ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 。まあまあ、みんなは他は まああまあまあれあ、れ8割ぐらい同じじゃないでしょうか。全員一緒じゃないか。まあでも、一番ね、ストレートがいいから、こういうの。じゃあ、じゃかじゃあ僕から、今回の配信は、最後にお知らせがあります。来てね。もう最後のチャン点でなんかちょっと深刻なんかな、みたいな。 もしかしたら、こうね、よからぬことがっていうこと、かもしれんもんね、これやったらね、いいことか悪いことかっていうね。島は、え、配信後半に、浦島坂まさ初の、てんてんてん、ガチのやつです。あ、これやばいわ。これすげえな。これやべえな。この初の隣になんか、こう、ブルンブルンみたいなついてる。確かに。これやばいわ。あ、まだ入ってる。みたいなね。確かに初、ガチ初だもんね。 ガチ初やし、初めてってなるとみんなも、え、まだやってないことって何やろって多分気になると思うよね。確かに。いろいろやってるからね、これまで。そうそうそう。まだやってはないけど、その無観客とかも発表したしね。確かに確かに。発表してるからね。じゃあ初まだ何があるんやっていうところ、多分これ来ると思いますね。はい。素晴らしい。じゃあ、坂田大統領。今日は大事なお知らせがあるよ。持ってなってきた方がいい。持ってなってますよ。 すみません。別にそこまでもそんなに変わらん。もう何が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 何い何が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 何そ何が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 何っ何が何がが何が何が何がが何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 あ何 はい。今日はハイシンのサイゴニー、オシラセガー・ルニアワー。どうするチョキモ最後の彼氏レシカ、じゃカレシア、どうしたサギシン、何回も見た。ああ、イケボ配信者かと思ガー・どうぞ。もうちょっと、読み方ミストモト。はい。今回、今回、うん。今日はハイシンのサイゴー、オシラセガー・ルニどうするああ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  今ちょっとなんか寝そべってるサムネが見えた。ねえ。イケボ配信。ネネはこっち向いてるやつやろそうです。うん、寝そべって、あの、いやなんか俺は、いいたサムネなんだ画面の向こうにめちゃくちゃブサイクおるんちゃうんかと思った <laughs> <laughs> めちゃめちゃブサイクなやつおりそうな感じしたわ。いやなんか、なんでああ。<laughs> あ、いるいるいる。俺たちが全く顔出してなかったらめちゃ。 かっこいい顔なのかなとか思うけどもうお互い知ってるしこういう顔で言ってるみたいな絶対に眉間にシワ寄せてるから俺そう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 よあの口をなんか上に突き出してひょっとこみたいな感じしてる俺の顔さいつも想像するのやめてもらっいつも想像するやん俺の顔だけなんかなんかしやすい しやすい想像しやすい。いや、今日ちょっと残念なことがあるんですけど、何何何 ?LINE 公式が動かあのメンテだから送れないんだよね。何それだから、もしかしたら1000人2000人ぐらいは、まだかなまだかなって待ってるわけ。あ、そう。なるほどね、ツイッターじゃなくて LINE で気づいてる人はね。そうそう。ああね、それはさすに、やりすぎて甘えてる人もおるやろうからな。確かに確かに。まだかな どやってもしかしていけったのですか違うだろうびっくりしちゃっして今のどこにけってあ、うけぼやばいです、てん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 いでてんてんてうてん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 んて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 てん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  ドギツイやドギツイやドギツイかプーさんって言われてるムカつくでもこれあるよねいかにさこうラインに我々が支配されてるかっていうのが逆に今日わかったよねなちょライン自体はちょっと落ちてたやんかそうね12件ってなっててそんなやべえことあんのかなって俺思っちゃったもん どういうことどういうこと？ううことあ、その通知、俺絶対貯めない人間だからさ、うわっ、十二、えー、ってなっててこれはやばいことだって。そうなのそんなに早いの？いや俺側見側見よ側見。側見一個の会議だけで十二ぐらい溜まってるとき普通にない？なんかない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 。本当？うん。あるけどな。側見全然あ側見なさ側見さんなの俺。 確かにでもウラタンは記録つくのめっちゃ早いイメージあ早いマジで早いそうんか思うもんパソコンの前に常にいんのかなっていないいないいないね本当にいいよねだってなんかちょっとあんま眠れれへんなと思ってさ深夜2時3時ぐらいに格闘技の「これめっちゃおもろいで」って貼った記録入るもんええ 寝てないのかいや、たまたまか。マジ、それ、たまたま起きてた、マジで。本当そう。本当は寝てんのよ、その時間。これめちゃめちゃ面白いから見てほしいって送ったら、面白いって書いてくるから。そう。坂田が、このテコンドーの選手、やばい。よやばすぎやば死んどるやんって送ったら、ほんとだ死んどるって書いてくる。いやー。すご。ムルタンってさ、結構早寝のイメージあるんやけどさ。 それってなんか理由があるの理由なんかそうねやっぱ、うん、美容のために早く寝てるとかあー一応その24時ぐらいにお休みっていうのは今日この「裏たぬき」という活動つい SNS での活動は終了です<ー>でお休みなるほど,、ね、なるほどそういうことねそうで大体1時ぐらいにはでも寝てるやっぱりなるほどね、うんうん、みんなはいやもう日によるよね 基本に時に時寝フォかな二時寝でォ。俺も二時寝デフォやな。基本にじやわ。とりあえず、なんかこのベッドに入ってても、なんかこう寝れらんなってこう、ちょっとゲームしたりとかすることはあるかもな。そんなしたら余計寝れへんようになるやん。確か寝れへんうる確かに寝れなん。確かに寝れてないイん。ーかあ寝なそうはい、なんか。早いし、十一時寝る時もあるから、ちょっとあれやな、なんか日によるわ。もうなんか。 寝れないやるしてるよな。てる寝れない人。ねえ。マーシーは結構寝の早いのその寝つきっていうかさ。ああ、俺やっぱ俺もね、そうよ、早いわ。誰だああ、俺マーシーじゃなかったか。ちげえな。やべえやつじゃん。やべえやつじゃん。たぶん、やべえやつ。 こう布団を4つこう並べてこう、うん、誰が一番最初に寝れるコンテストみたいなやったら多分優勝するのせんらと思うせんらだねそりゃそうやと思うけど、ね、邪魔したいでも 1>, 1, 分1分ぐらいでなんか脳,脳のなんか波動が消えそうんか落ちそう5分五分ぐらいのアドバンテージもらってそのせんら外に行って <laughs> 外で,分の、ね、そうで俺らが吸って それで俺負けるかもしれんで。一回さ、脳波調べてもらえるやつさ、準備してさ、4人で誰が一番寝れるか、ちょっと勝負しようよ。もろそでも逆に緊張しそうじゃない、それ。カメラマンが緊張する。3日寝ずくるから。なんなら。いや、絶対みんな寝るやん。そこねよ。今日のためにですね、つって。顔色悪すぎんだろ、うただ。でもそれやってみたいね、一回ね。やってみたい。やってみたい。 線ラでもなんか一番早い時き三十秒ぐらい寝てなかった？あれでしょあの裏探知に止まった時でしょ。あ、そう確か。なんか寝息聞こえないって振り向いた。撮影とかさ、とにこう料理作るやんか。次こ三十分ぐらいこうなんていうの？ま休みというかあるねあるね。ちょっと寝てるもんね。寝てるわ。あ寝てたね。そう寝るね。 九里の時でしょ九里の時でしょ好きやらばいで、俺からしたら十分は寝る、十分休憩時間があったら、九分は寝れるっていう計算やから、基本的に。すごい。センあーレオンな、寝るのと落ちるの早いから。そう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 。落ちるのあれでしょ裏側のちょっとね、動画上がりましたけど。あん あ帰ってこんかったもんな、お前。帰ってくるって言ってたけど、いや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 、だって落ちるでって言ったやんって思ってたから、うん、普通に。<laughs> 即落ちしてたよね。あの件に関しては、ぶっちゃけちょっと助かったって思ったわ俺。<laughs> <laughs> やっと解放されるって。マジでお前がおったおかげで、<laughs> 落ちたおかげで終わったからする。<laughs> まあそうね。昔の坂田さんぐらい早かった落ちんの、うん。ああ、坂田も早いから、ね、早かした、ね、かな、ね。もう今は落ちないけどね。 いいや悪方ったかからね昔は。まあこうすごいオブラートに包んでるとゴミかすみたいな感じでしたよね。昔。それはそれで。もうむき出し。もうきし。オブラート溶けてるやん。もう。ハナカんも配信終わってさ。俺多分5秒で落ちてる。5秒で落ちてた。のに。5秒すごいな。終わるやん、配信。ありがとうございましたつって。じゃあみんなもお疲れ。 ブチリやったもんな <laughs> もうやばかったそれなかなかやなね、うん、早かったでも早かったら確かにすごかっろうとまぁ一緒に置いたくないと俺思ってしまってたからなうんそうなんかでも逆に言うそれはやばいと思うけど俺の場合は落ちるのが早いというかみんなお疲れ様って言って落ちる空気やから落ちてるだけであって別にそっから引き伸ばす <laughs> <laughs> あれなくない普通に考えなんか俺めっちゃ悪いやつみたいになってるけど <laughs> 普通に考えていやもうやじゃあもうね終わろっかじゃあもう会議終わったし寝よっかああ疲れ疲れお疲れおろん線路早すぎそれは違うやろそれは違うやろ違うと思うけど、うん、もうノリの問題よねいいか悪いかは何やねんそのノリ<ー> <laughs> じゃあその前までのその落ちるであろうみんながこうお休みっていう流れのノリなんやねん <laughs> 言えば空気読読むかかまんよねいやいやいや、むずすぎむずすぎそれ。むずいな。でも、こんなこと言ってたら、今日もあるでこんなんしてたら。やめよう、もう。今日ないから大丈夫。今日はない。なしね。ま、あ今日はね、あの、放送の最後にね、お知らせあるから、はい。始めていきましょうよ。始めていきましょう。はい。それでは、じゃあ、月ラジのタイトルコールを、じゃあ、マーシー、お願いします。 浦島坂田さの月曜日ラディオ202回始まるよーよいしょー<ー>では、一つ目のお便りもましお願いします。かしこちゃんです。かしこちゃんかしこちゃん。ゃんえー、浦田さん、島さん、坂田さん、センラさん、クルーの皆さん、こんばんは。さくらんぼと申します。あたし、さくらんぼ。<す>はい。はい、先日、浦田さんのコンタクト外しチャレンジ動画を見て、 入れるのに小1時間かかるなんてと思っていたのですが先日人生で初めてコンタクトをつけた時、うん、両目入れるのになんと30分もかかってしまいましたそこで質問なのですが皆さんは実際にやるまで正直舐めていたなぁということはありますか答えていただけると幸いです、うん、これからも皆さんのご活躍を応援しています大好きず、うん、いやーもう見せ、ね、かててすく素晴らしい、ね、素晴らしい要点をまとめている、うん、浦田さんさあはい。 コンタクトつけるのは両目含めて何分かかってたっけ片方30分ぐらいで左10分とか40分ぐらいかも。あじゃあこいつマウント取ってますねこれ。<laughs> まあ、にね。やっぱそこ判定すんなよ別に。だって人,人間はね30分って言い方ちょっと浦田さんに失礼な,おなんかなってちょっと思っただけで。あ<ー>まあでも<え>俺はそれ以外に人間的には上だと思ってるから大丈夫。いやダサいダサいそれもダサいから。<laughs> それもダサいって。<laughs> それのマウントというかマジでダサいそのマウントダサい何の根拠もないから面白いまあでも悔しくねえし、別に。ああ。俺、ちゃんと自分の金で課金してるし。え、何の話してる今すいません。そこじゃないでしょあ、すみません。そこじゃないでしょはい。 正直なめていたなっていうことありますか？挙手制。えー、はいはい、はい、どうぞウルタン。僕当時ボクシングをやってたんですけど、はい、あの中学ぐらいの時にその格闘技見るとそのまあパンチとかそのやっぱプロ選手同士だから痛みを顔に出さないんですよ。でそうするとあ全然痛くねんじゃないかってやっぱ思うんですよ。うん、で,<や>で自分自身もいけるなと思い。 そこで初めて先輩にボディーブローを食らった時にこれが現実かっていうのがね痛い痛い痛みを知るなめてたですね。これかな俺もだいぶ近いけど俺もいいですかいやだぞあの俺らさ両国の時にお相撲さんとバトルしたやんか。うん。したね。箸だけちょっとねあの時ちょっと体調不良うんがって。 やりかなってると思ううけどさんぶっちゃけちょっと勝てるかもって俺なんとなく心の底であったのよスピードでかき回して後ろ取ってその時にみたいな小学生かお前はちょっと思ってないけどうんマジでもなんか本当にね体重差ってのはもう強さやなやなって思ったほんまにそうやったね確かにうんビクトもせんかったよねほんとんかヘビー級やったらほら相撲のあれ取るやんかうんあれ もう残った瞬間に俺も大木をイメージしたもん。マンガの急表現のやつやん。まるで大木みたいなやつや。<laughs> まるでトラックとこう抱き合ってんのかなっていうのがイメージです。<ー>なんで変えてん、大木からトラック。<laughs> とにかく動かないものみたいな。かた、ね、ありちゃん、もしかしてかたやったら多分、ローを入れた後に。<お>多分パンチさえあればちょっと多分、ね。<laughs> もしかしたら。 相て来るやんスって来た時にかわすやんうんその後後ろに回って膝ザガックかましてその後画面パンチしまくってない。勝ってたかもしれへんな勝た出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 たボブサップの倒し方講座坂田とボブサップの倒し方あけと出たかもなうんあと残った自分がもう鼻をかむとかクーっていやいやいどあり悪いやつ悪いやつだなそんなことすんなマーシーはなんかある いやーなんかまあなんかパッと思いつかんけど、うん、た,またまりたが結構前まだ若かった頃にの電車あの人生もなめてたし <laughs> そんなところかただ電車で例えばこう所要時間が20分とかかかるとしたら、うんうん、そのなんやろこうバカやったんやろうけどう20分前に家出ればまあ行けるんやろうなみたいなその徒歩の距離とかは考えてなくて。は、うん、はい、はいお その純粋なその時間でもう測ってたよねその一日のスケジュールを、うん、ほ<う>ん本当はさ駅に歩くまでの時間が例えば10分かかれたら、うん、そこで30分かかるし、うん、でもその到着時間マイナス20分で考えてて結局駅に着く頃にはもう電車もないし、うん、<laughs> 着く頃には40分ぐらい遅れてるしみたいなどんどんこうめっちゃ後ろに連れていくみたいな。 それなめてるっていう話でどういうことやばい人やんそれ <laughs> だってあれやろ要は電車の行く時間とその駅までの時間を計測してなかったっそう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 なるほどなそうそ、ね、うそ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 うやうそうそねそう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 そいそうそうそうそかそう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  天然でも天然キャラ狙ってんな。あのさ、夏のめちゃめちゃ暑い日あるやん。深刻。で俺ちょっと俺家、田舎やったから、夏はやっぱ外で遊ぼうかなと思って虫取りかぶって網持ってさ、みんなも多分外出たことあると思うんやけど、外は外はそにでっけえ気があって、またかぶとにしったんや。 お<ー>お<ー>、舐めてたよね。樹液 <laughs> な？え、<laughs> まさかあ。カブトムシがな。ありがとうございます。でそれあるやろ、お前がそうガンってこう抱きかかえた時にあの相撲のことを思い出したやろ。<laughs> そう、気をつない鳥の人。こうあって、これは撲取りと同じ。ごめん、めちゃめちゃ喋ったから次って。<laughs> めちゃめちゃ深刻そうに言ったら樹液の話か。 なめてんな,、ね、<laughs> てんなちなみにちなみに俺はあれはなあの舐めてたなと思うのは「<ー>あのアフレコ」もっと言えばボイスドラマへえ<ー>も,もう余裕でいけっしょと思って言ってこんなに難しいんかって思うから <laughs> やっぱ、うん、でそこで知ったよねやっぱあっ<ー>こんなに難しいものやったんやってあのはなんつうほんまに初めてそういうことをした時に。 クルチケの時じゃいやクルチケより前かなやっぱそれより前にさ色々なんかあまてたね有であり融資でさ商業的なんじゃなくて自分でこうセリフを取った後のこう聞いてキモすぎみたいな感じのさ面白ううん。ん。さんがやっぱうめえなってそうそうそうやっぱ浦田さんがねちゃんとそこに溶け込んで ちゃんとできてるところを見てうわやっぱやっぱプロってこういうことなんかってちょっと思ってなめてたなって思うもやっぱりそういうのでなるほどねでもさでもさ俺も一個あんだけどさおなになにあの夏の暑い日にさおえってそとるじゃんみんなも出たことあると思うんだけどはいはいイスカット えー、どれだこれか三個目浦田さん志さん坂田さん瀬野さん来るの皆さんこんばんはパリンと申します,すまずは月曜に2 0 0回おめでとうございますいけかてよ <laughs> 100回をついこの間祝った感覚だったので時が経つのは早いなと思いました ちょっとエロになるとどうなえあエロかううエロエロの話は変わりますが <laughs> 最近というか自分がオタクだと言える部類になってからよく思うのですが好意や好きになるタイプがほぼ同じうんもうこれ疲れたからやめになるタ好きになるタイプが同じ次元ねそうです、うん、多分クルーの皆さんは今首がもげるぐらい縦に振ってると思います 過去に好きだなぁと思ったキャラのタイプが大体同じなことってありませんかそれがいわゆる性癖とかにもつながるものになると思いますが例えば私なら年下背が小さい若干敬語あざとい頭がいい腹黒黒髪 多いな。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 カテゴリー。すべてとは言いませんが、こういうタイプのキャラを好きになる傾向にあります。四角四角。絵文字。絵文字です。これ絵文字が文字化けしてるだけですから、ね。四角四角。私の場合、結構オタクになったきっかけの少女漫画のキャラが影響してたりするのですが。そこで。ね、皆さんは。 1>, 1次次元でも2次元でも3次元でも4次元でも男でも女でも何でもいいのでこういうタイプが好きになりやすいという特徴を教えてほしいです。容姿でも性格でも何でもいいので教えていただけると幸いです。長くなってすみません。I'm sorry. ひげそり。これからも皆さんの活動を楽しみにしてます。だってそんなこと言うてへんの最後 <laughs> この年下 <laughs> 背が低い、うん、若干結構あざとい頭がいい腹黒,黒髪っていうやつさ 裏さん押しなんじゃないいや、腹俺も頭は良くないぞ。いや、なんかまあ、感じあるよ若干敬語じゃないぞ。クロは違うけどな。でも、ハ黒グロ。ダ黒黙れそこがポイントなんや腹黒だったらおりからシャねシャッみんなで二次元のタイプ。2次元のタイプか。二次元のタイプか。おりゃあれおしえておしえて教えて

ごめんね。どんど <laughs> んどん俺、普通になんか、俺やりますとか言って二次元のタイプ言うただけなのに謝らのねん、<laughs> ごめんね、面白いな。なんどんよじゃん続けて。まだあんですよちょっと聞かせていやちゃっ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 ちゃ、俺はお嬢様か、はい、2>, 2番目にはアイドルを攻略しに行にくらいだ。へ、うん、え。えもうちょっとさ。<laughs> <laughs> あのなんでとかないの <laughs> な,んなんでなん,なんでそれ理由教えてやとかいくやとかもう次行きたいねみたいな雰囲気出すのやめて <laughs> な何でですか<な>それはどうしてでしょうえはえわ別にええそんな深掘り<ー> <laughs> いやいや聞きたいですやはり、えー、やっぱ聞きたいよ俺ね、えー、お嬢様お嬢様の理由としては、はい、やっぱりねそのなんかお嬢様の女の子って結構その家の格式とか縛られてて、うん、ちょっと外出たい願望とか結構あったりするんよね <laughs>、うん そうなんかそういうちょっとちょっと世間知らずやけどちょっと強がったりするような女の子にすごいこう主人公いろいろ教えてるんだとかすごい好きなのよなんかなるほど全然興味ないやんけお前らいあります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 あいやもうめちゃめちゃみんなほほえんで聞いてたよ何やねんみまにますんなお前はだからさっきからみまにますんな面白か すごいな。なんかれ、それがちょっとショックを受けたわ。なんでやねん, <laughs> なんでやねん面白。こんなに俺,、ね、俺がこんな気を言おうと喋る話題そうそうないぐらい俺が好きや <laughs> めっちゃ元気。<laughs> 元気、元気、めっちゃある。<laughs> 俺もめちゃめちゃそのキャラクター、そういうキャラクター好きやね、うん。あそう<ー>まあ、二次元の話ね。 二次元だねだって現実世界のお嬢様とかアイドルとかんかね合ってないようなもんやもん。確かにね。じゃあありがとうございました。ほか言え、ほかみんなも。そうですね。えっとね、俺はね、結構ツンデレ系が昔は多かったかも。おツンデレ系ね。春日とか、あとトラドラの大河とか。ああ、いいですね。 うん、あと銀玉のつくよみとかはははいはいはい、はい、ここはあつくよ、ね、ああいうちょっとなんかこうツンデレっぽいしぐさとかそういうの結構昔はめっちゃ好きで春日とか結構一番最初好きになったタイプの、うんうん、なんでなんそれは理由理由やっぱあのなんやろなな,な,なんかあのさなんかこうななんやろうな表情もいいし、うん、なんやろあ なんかこう、応援したくなるというか、こうキュンキュンするんよね。なんかギャップをやったやつうん。以上です。いですねじゃあ、私どうわたし、は春ひ系で言うと、長がととか。ああ。じゃあ、エヴァで言うと、エヴァで言うと、綾波ああ。 ああ、知らなかったしんちでいうと、あたしんちでいう, <laughs> うとね、あれみかんじゃなくて、いいな,いなくねあんまりクールなの。どれだゆず,、ね、ゆずひこね。ゆずひこ男じゃん。やお父さん、お父さん。<laughs> クールではなくね。<laughs> 確かに、でもお父さんが一番近いかもしれへんな。ま確かに。な。あと、五等分の花嫁でいくとみくかな。うん、あ 五等分の花嫁でさやったらみんなあれじゃない確かにはまるなどれかはまるんじゃないちょっと待って調べるわちなみになんかクールなんだけどうんかその好意を持ってくれた時にちょっと向こうから歩み寄ってくるみたいなのがやっぱいいよねああというタイプなんですよ僕はなるほどこれあれやねやっぱ結構性格出るね性格というかほんま好みやな二次元でいうとですよちなみにうんはい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  俺ね、なんかキャラクター例があんまりね、俺アニメとか見てないからちょっと出てきづらいんやけど、古いので言えば、俺釣り目キャラ好きやなっていうのが。じゃあ、ツンデレやん結構。ツンデレキョんちゃあの、お仕置きされたいんだよね、坂田さんね。いや、そういうわけでもないな。置きこの高いねって言われたいってことそういうわけでもないな。ゼロの使い間知らないの

お母さん。お母さんか。積んでるっていうか、もう若干の更年期障害。障害っていうね。もうそれヤバス島坂田戦だな。やあ使ってる使ってる。何それ？何何何何何使ってるって。なんか俺それ最近それそのワード使った覚えがあるんけど。びっくりしたなに。ヤバス島坂田びっくりしちゃった。え。 はいということで次のお便りをお願いします坂田言いまーすえっ、ー、とですね浦島あちゃわ浦田さん島さん坂田さんなんだマルフォイさんマルフイさんほ <laughs> んと <laughs> だほんとだお前あれ浦田のせいやんけこれ完全に <laughs> 浦田さん島さん坂田さん<う> <laughs> マルフォイさんそう完全にね<ー>俺の名前がねマルフォイかっこせんらでもなんかマルフォイになってる時があったのよ <laughs> <laughs> ラジの概要欄で俺、なんかマルフォイさんとしてに出演してるのよ、その時。なでなのはい。ヒやしな。クルーの皆さん、こんばんは。金髪。そうルルージュと申します。ルルージュ。いつも楽しくラジオを聞かせていただいています。うん、お部屋の片付けをしていたら、なんと10年前の日記が出てきました。<何>わら。うん、読んでみると、初めて。 ピアスを開けたこと、当時変っていた生主さんの放送内容、中ウェム、友人の恋愛模様に対してなどの毒舌など、うん、16歳の私は何をしていたんだと驚愕しました。すげえ。皆さんが覚えている限りので覚えている限りで,いいですが昔俺はやばかったなという体験はありますかよければ教えてください。これから寒くなるのでご自愛ください。PS アルバムを予約しました。楽しみです最高。<ー>一番最後の PS 最高。コ <PS>、うん、ー。PS? ありがとうございます。PSB サイコー。俺はもうそれしか、俺はもうやばかったなという記憶しかないからな。全部やな。<laughs> <laughs> 生き様が、<ー>生き様がやばかった。全てに対して言えるかもな。<ー>例えばどんなことをしてたん 多分当時の僕の放送とかがね多分どっかの知らんネットとかに載ってるから多分それ聞いたら全てやと思うななるほどね,ね10年前あ昔やから別に10年前ってくくりはないんかうんそっかそっかうまあでも俺もなんか、うん、まあ毎回がなんか変なこと言ってんなって思うから聞き直すとやばいなやっぱり、ね、それは絶対あるってみんなうん、うん、俺もそうやわそれはあるよね、うん、絶対10年前の配信とか絶対聞きたくない だつ,ついな。マーシー、たぶん当時とかは、ヒンとかずっと言ってたでしょ。あ、ヒンジだ。あ、10年前ヒンジだよね。うん、くなっ結構最近まで言ってたやつ何やったそれやったら。<laughs> <か>4年ぐらい前まで言ってたや <laughs> ちょくちょくさ、なんか流行らせようとしてたよね。ね<ー>最近なんか。あ <laughs> なんとかザムライなくなったしあいつ。あー、ザムライ流行らそうとしてたけど、まあ一応ちょっと流行った。あれやな。あ。インガーもう流行らそうとしてた、ね。それは11年前や。 何それ何知らないの知らないの黄金時代の話まずいぜ。例でちょっと使ってみた学。一回会話かった。なんか話してて、お前も消えろって時に、うん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 。っていうのよ。それやばいって。気持ち悪い。当時はこれがもうめちゃめちゃ流行ってたよ。 流行ってた。その俺の。待って。ニコニコ動画の、俺の大百科にも書かれてるぐらい、めちゃめちゃ流行って。流行って。なんなら、生主の。六割ぐらいが使ってたんじゃないかってくらい流行ってたよ。まじ。世界が攻めえや。当時、十九歳の俺からしたら、その世界はもう。海やったよもう大会やった、大会。その、俺のそれを。 の言われたいがためにとつってくるとつじゃめっちゃええ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 えがあるかぐらいの感じでめええ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 んえええんええ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 えじゃええええからええ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 え

ピスタチオ感があったねなんかね。ねえ。ピスタチオがもしかしたらパクったなあ、その可能性るないほらほら、その当時おらんから11年前おらんから。いや、だから11年前のマの配信を聞いたピスタチオがその5年後ぐらいにマネしてたんじゃないかって。なるほどね。ははいいこれちなみにあのニコニコモンズにあったインナの素材載ってるから。え、こんな次やんのあれがあの舞台がニコ生じゃなくて YouTube やったら。 言ってた確かにうわその頃から YouTube やっとけばマーシーも今頃天竜人みたいになってたんじゃん。本当に俺らのことなんて相手してくんなかったもんな。なあ。危ねえ。もしかしたらまたワルシャスるんかーとか言ってたかもしれんけど。あんまり言ってたんや。そう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 。虫よって言ってたんそうそうそう。虫よ虫よって言ってた。お前、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  シマ、お前、アタイガクンってやつ。聞かせて聞かせて。これ、はッタハッタ。聞けんのそれ、今。うわ、ほんまやちょっと聞こう。気持ち悪い。恥ずかしいがやめてよ。気持ち悪いって言っちゃった。おほんまやえ、しかも自分で投稿するやん自分でやってんだ。そう。えだからもうこれみんな使ってよっていうので、当時投稿したんですよ。あた十年前何回も聞くな。すごいな。 そ誇張,誇張なしやったさっきの再現が <laughs> <前>そのまんまやった<前>あ大学のやつやろお前あったいができたあとマグやこれでマやつシリーズにあーんってあるんだけど俺なんか聞いてほしい一回お前 マシ結構マシさちっのズ当時はその流行ってる俺のその島五六みたいなやつがみんな欲しいって言ってたからここで投稿して誰でも使ってくださいねっていうのでやってるのありがとうよへえトツがかぶった時最高におもろいやけどこれトツかぶった時最高におもろいぞこれこれ昔のあるあるですねさん 何なよ自分で聞くのははずいからもう絶対聞ん自分で聞くのはやばいと思うよ絶望って感じいやいいですね面白ねえじゃあもう盛り上がったんで次の歌いきますかいきましょうはいマシありがとうはい <laughs> じゃあ最後読みます浦田さん、はい、島さん、坂田さん、千奈さん、そしてクルーの皆さんこんばんは、あんまれと申しますあんまれ今回は皆さんにしていただきたいゲームができてしまったのでふつおを送らせていただきました <laughs> 友達と遊んでいたときその場のノリでできたものなのでとても雑ですが懐かしいゲームと名付けています笑 ルールはお題を決めてそれに沿った懐かしいものを連続で言って一番懐かしかったものが勝ちというルールです、うん、例としてこの間三人で遊んだものを書かせていただきますお題は小学生の頃の遊びでした出た回答が 3DSLL 木の遊具、妄想のポケモンと会話するで、うん、妄想のポケモンと会話するが優勝しました、うん、シンプルで話も盛り上がるのでぜひやってみてくださいおすすめですこれからも室島坂田戦大好きですです、うん おなるほどね,ね。これちょっとルール的にさ俺まだ理解してないんやけどさ、うん、例えば人影が喋ったらこんな感じってのを妄想してやるってことまあまあそうやね。うんうん、でもこれ一応懐かしいもの,のゲームにやってるからかな,なるほどそう別に人影が喋ったらって別に懐かしくもなんともないから。<笑><笑>え一回やってみてよ。えちょっっっと待ってて人影そう人影がもしピカチュウみたいに喋ったら、ね、<laughs> ちょっと見てみたいなと思って。 全然懐かしないなしししとずれてるけどやってるから <laughs> まあまあやってみるか確かにな人 <laughs> 影喋れえ誰から行くのこれ <laughs> ああそっかそっからかああ<ー> <laughs> じゃあ俺人影もやるから行け人影って言ってもらっていいかい誰かオッケーはい俺俺振るわはい人影お前昼飯何食べるあからげ <laughs> <laughs> お前が話題決めてもうてるやん、普通に。そんなん、ご飯名答えるだけやん、人影。そうだよな。ありがとうございます。池人影って言ってんのに、なんでお前、ご飯のこと聞いてんはい。え次いや、じゃあ次の人、人が行きますって。じゃあ、俺が取れない、取れないやるから、誰か。 志願して。じゃあ俺。ああじゃあじゃまーシね。そうね。じゃあ行きます。うん。行け一掛けスキンケア用品をと買ってこい。うん。うるい求めていくぜ。じゃじゃ坂田さん。坂田。ねねね俺だせ。何。お前が吹いてかぶったんだろう。そうだろうがよ。何。全然喋ってないと思って。うわって言ってだから。 全然下げてないやんと思って。ちなみに、マジ、なん、確かに、なんて言ってた。潤いを求めていくぜ。ああ、いいね。確かにね。ずひやから乾燥肌やろしな、きっとな。確かにね。うん。じゃあ。せんらさん。トレーナーやってなって、いいトレーナー。お、オッケーオッケーオッケーおい、人とけ、一緒に居酒屋行こうぜ。うん、もう、お腹いっぱい。それお前で

よ。ハハハハ頑張りよイケてって出してるんやからなんか手伝ってよいやいやいや頑張れよいいかなと思ってみんなちょっとダミー声なんだねそそううかけのイメージなってこんな感じなんだねああ俺かけっかな俺人影だああって感じでああじゃあもうイラストコーナー行こうか行こうか楽しかったぜこのゲーム ありがとうな。多分違うな。懐かしいゲームや言うてんのにもう。<laughs> 楽しかった、このゲーム。なんで人影ゲームに変わってんの <laughs> めっちゃ楽しい。みんなもやってみてね。はーい。誰や前。<laughs> イラスト1枚目をじゃあ、マーシーお願いします。お願いします。はい。変えます。ちょっとお待ちください。はい。はい。こ はい、えー、浦島坂田さんの皆さん、クルームさん、こんばんは。きなこもちゃと申します。もちゃもちゃ。もちゃ,もちゃです <laughs>、えー。改めまして、月ラジニア回 C. D. 発売無観客ライブの実施、おめでとうございます。<laughs> 今からとても楽しみです。 うんえー、今回はそんなお祝いも込めてイラストを描かせていただきました。かわいいイラストになっていれば幸いです。うん、妖精ちゃんたちも頑張って描いたので見ていただけると嬉しいです。最近とても寒く、うん、体調を崩しやすい時期なので、お体には十分お気をつけください。はい、いつも浦島・坂田線の皆さんに元気をもらっています。これからもずっとずっと応援しております。大好きです大好きありがとう、うん、わあかわいいイラストです、ね。かわいい。ちゃんと山田抜きる、丸、はい。ほんと。何だこいつ誰か分かんない。えっと、ペポがいますね。 ケンおじさんでしょケンジーケンジね。つまりケンおじさん略して。まずい。なんかいろいろ。略して。マルちゃんさ。このマルちゃん、ちょっとより目気味で可愛いらしい感じ確かに。手のり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 ね。手乗りね。手乗り。これ完全にケンちゃんはどこを向いてるんですかね彼ら。 これ星の目やばいよな本当に。これ黒目がちやね。さらに。黒目だね。感じやもんな。まあでもめちゃめちゃ可愛いわ全部。ね。山田の子可愛い書いてもらってるし、妖精たちもめちゃめちゃ可愛らしくていいですね。めちゃめちゃ可愛いわ。うん。なんていうか。うん。頭ハートついたりするこういう声で喋る配信をしてそうな四人だね。そうだね。こういう声で喋ってそう。うん。そうだね。そうだね。 ありがたいねありがとうねありがとうじゃあ次のイラスト裏たお願いしますはいわかりましたうん。じゃあ二枚目読みますはい浦島坂田線の皆さんそしてクルーの皆さんこんばんは初めてイラストを送らせていただきましたコヌちゃんと申しますこんにちは今回俺めっちゃ黄色なあの曲を歌うようにをイメージしてイラストを書かせていただきました さあ文字中心の MV だったので一緒に悩んだのですが無観客ライブのハッサンさんのイラストからお借りしてみました。なるほど。無観客ライブのこれは人が。いや。いや。うんうん、えずっと <laughs> ん。うんちょっと待って。うん、無観客ライブの何いや。<ん>いや、何でもない。 はい、はい、ええー、ずっと当日の瀬戸を考えながら書いていたのであと2ヶ月とはいえ年末が待ちきれまそんコロナウイルスの影響で春から目まぐるしく生活が変わり泣きがめることも多いまじですが <laughs> ちゃんと読んで浦島坂田線の曲や配信実写動画などの おかげで楽しく過ごせていますこんな状況が続く中でも常にリスナーのことを考えて行動してくださるところも大好コです。です、はい、朝や夕方これ朝夕で合ってるが冷え込み、ね、冬へ向かう時期になりましたので体調を崩されないようにご自愛ください。b s,、はい、<S PS 今回ゲッツラジにイラストを送るために「でしたスマホ」という B に初めて挑戦したので至らぬ点ばかりではありますが見ていただけたら嬉しいです。はい はい。アクスタのことだったね。そうだね。アクスタでこの衣装着てるからね。そうそうそう。だからメインの話だとあれ違うよなってなって今止まりました。ああ、なるほど。だから思考停止したのね。そうそうそう。時が止まったのね。そうそう。アクスタのイラストですね。ってことでした。I'm so yellow. おいしそうで。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがめちゃ黄色っていうのはちなみに僕が配信で。 言ってましたよくそういうことね。そうだって、I'm so yellow ですから、私はとても黄色ってやから、俺めっちゃ黄色みたいな感じのね。はいはいはい。エロファイナスト。いや、あの曲かっこいいよね。あのもうかっこいいよね、ほんとね。なんだっけ、ポストカードじゃなくて、何かにね、そのレインボーバージョンの。あ、なってたね。なってるよね。あの、楽天。楽天か。3の方で。はい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 。 購入するとこのポストカードがついてくるっていうめちゃめちゃ素敵なねイラストのポストカードありましたねそうそうレインボーバージョンがついてるんでぜひぜひ見てくださいよ、ね、<laughs> レインボーじゃないですイエローですあーイエローです、はい、あ, <laughs> あ違う違うレインボーのあの服装イラスえー、服装のそれはどこやったっけそれをモチーフにしたイエローファイネストのやつがってこと、うん、そうだっけあれが楽天どこだイいや楽天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 かあてられてそうそう <laughs> レインボーの服装い <laughs> はい そのままイエローはい。ごめんなさい。ありがとう。ありがとう、イエロー。イラストス3をサカお願いします。浦田さん、島さん、坂田さん、千田さん、そしてクルーの皆さん、こんばんは。ははこんんば最近はもう冬なんじゃないかって思うくらい寒い日が続いていますね。今日はそ行たら息が白くて驚きました。 あまりに白くてあのサウザンドドラゴンのあのサウザンドブレスサウザンドブレスを想像しながらやって楽しかったです回転やろそんなこと <laughs> あ,あ書いて転書いてあんな回転やろ浦島坂田戦の皆さんも、えー、クルーの皆さんも体調管理にはお気をつけてくださいサウザンドブレスおお<ー> <laughs> ちょっとかむな拝見早速本題に入らせていただきますが今回書かせていただいたのは先日投稿された スプーキーマジカルナイトのイラストです。お,おかっこいいいいですね。うかのテーマパークを彷彿とさせる曲で聴いていてとても楽しくて大好きです。また、えー、10月24日に投稿されたバッドミンステー。もすごくかっこよくてどちらの曲もスペック。何も面白くないよ <laughs> <laughs>、えー。バッドモンスター100万。 開催生ドッパおめでございます最後になりましたがこんなご時世の中で浦島さかの皆さんの動画は動画や配信にはなんかめちゃめちゃかもなと思ってい, <laughs> いつもやら <laughs> いつも,も,、えー、もうそれが面白くてちょっと笑っちゃいましたね <laughs> 配信にはた、えー、本当にたくさんの元気をもらっていますまた来月の12月26日、えー、土曜日12月27日には、えー、日曜日には 宇田島坂田戦初の無観客ライブが開催されますね。うん、ライブの告知を受けたとき、坂田家の母と私は大喜びして、<laughs> 花柄サウ0ドブラスしました。お前さそんなこと書いてることをいっぱい挟んで買うのやめろって。ライブしすぎやろ、お前。<laughs> 今日からとても楽しみです。うんこれからも田島坂田 <laughs>、うん が楽しく幸せなものになりますように。そして私たちクルーにたくさんの幸せをありがとうございます。ずっとずっとサウザんのブレス。もうやかましいあんま。坂田さんが読むとき、多分みんな聞き返さないと何とかマジでわかんねえんだよ。二倍ぐらい時間がかかってねえ。そう。ええけど。面白いこいつ。ねえ。あ、スプーキーマジカルナイトのイラスト初めてじゃない今回今年初めね。スマジカルナイト。 あっ、見きますよ。いや、あれ、あそこ、あれでしょって俺思いながらもう。マジカルナイトって言ってたよね、なんか。そう。いや、でもあれを最初、裏声で、スプーキー、マジカルナイトってやってたんだけど、さすがにね、それはまずいっすって言われて、やめた。あ、それで出したん一回。言われたんや。あ違う、その、レックで撮ったのよ。 え何ややややってんのいいいこれハリウッドの人やと割とロックに言うてたよね「<れ>スロケーマジカルブイみたいな感じでそう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 ,んうんうね、でも俺の中ではもう完全にここはそれ,それがもうあってしまった、ね、あ,あのテーマパークだってなって <laughs> なるほどねそうネズミをやったそうネズミを告してたよ <laughs> ラインが今復活しましたね あ、本当。いいタイミングです。タイミング。はい。みんなちょっと悪いこと考えてそうな素敵なイラストですね。ね。うん。実際悪いことしか考えてないですけどね。まあ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 。それないし。あいこぎか。なんイラストヤはい。なんだ。お。ウ村田さん、島さん、佐川さん、ゼネさん。 そしてクルーの皆様、こんばんは、ゴマネッコと申します。はじめにアルバム発売、ツーレイズの無観客ライブの開催、そして月ラジ200回超え、おめでとうございます。いつも楽しくたかせて,もらってます。ゴマネッコ、ゴマネッコ、ゴマネッコ、ゴマネッコ。 先日公開してくださったハロウィン曲どちらもとても素敵でしたダークさのあるバッドモンスターから明るくファンタジーな気持ちになれるスプーキーマジカルナイトと魅力的で聴くと心がワクワクしますニコニコということでハロウィンは過ぎてしまいましたが今回バッドモンスターのイラストを描きましたので初めて送らせていただきましたありがとうスタ点などございますが衣装等の書き込み頑張りましたので見ていただけると幸いですこのイラストを描いているときにふと思ったのですが、ね、ハローバライブの時はハロウィン曲の MV の衣装を着ていらっしゃいますが浦島坂田線の皆様は他の MV でこの楽曲の衣装を着てみたいな という思う衣装はございますでしょうかもしよろしければお答えいただけると嬉しいです今年は大変な時期ではございますがそんな中でも素敵な動画や配信等で頼ませて楽しませてくださりありがとうございます生きる果てですああてん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 コロンコロンコロン冬に近づき寒暖差が激しくなる季節にもなってきましたので他の名乗りはどうかご自愛くださいこれからのますますのご活躍応援しておりますとのことですはい。すごい全部今戦乱の妄想での でしたね全部すげえな俺すげえなおすげえ早くしても言ってたし本当の分もう一度お願いします本当の分えっとイラスト書きました見てくださいどうぞ短すぎるすげるやん短すげる人やん俺今回のこのバドモン来たいなおおいいよねバドモンねバドモンねえかわいいでしょきっとねね。 この猫パーカーもうで実際に発売したいわって感じおおね。ね。いいですねめちゃかわですよ半袖やからな夏用かな秋とかああ。そうだよなやっぱりなそこらへんかそこらへん他のみなみなみなさまこれはねビートルバトルとかちょっと期待みたいああいいねあのかっこいいちょっと悪そうな感じやなビートルバトルのやつ悪そうやしみんなこう色も統一されてるしパーカーっぽい感じやし俺は確かにあれちょっと 欲しいな来てみたいね。ねあれでめっちゃ歌いたい、ビートルバトル。邪魔しはえあれ時戻った今。いや、まだ言ってない。まだ言ってない。ああ、ほんまか。俺はやっぱビートルバトルかなっていうとこ。ああ。やっぱその、それぞれの4人のカラーがあってもいいんやけど、うちょっとダークな感じ、クールな感じにこう統一されてる色がまあいいかなっていうか。確かにね。うんうん。邪魔しは 殴ったか殴った殴ったか自分の頭をなぐったかバグったかバったかバグったかあ、僕はそうやな。え、なんか、え、なにさっきの服の流れの話やな、これ。そう、そうだ。ええまかって、ごめん。 いや、イラストエンティの話を振られたんかなと思って、流れどっちなのかな着たい着たい服の方。着たい着たい MV の衣装で着たいやつ。うん、あー、いや、なんか、そうやなー。俺もでもこのバットモンの死神めちゃめちゃ気に入ってるけどね。バットモン。バットモン。バットモンね。パーカーめっちゃ好きでさ。うん、お確かにパーカーだね、最近そう。すごい最近パーカー好きでパーカー買ってる。パーカー族だ。あう。 で、バトンのこれどこにパーカー素用んねんいや、まあ、それは置いといてパーカーにはまってる。え、なんなんそれなんでそれ置いといたじゃんどこに話題を飛ばしていくね最近パーカー俺2着買ってんよなと思って。そうか、ゾゾタウンで。え、z ゾ z で。すげえ会話の流れ。いいですね。俺はちなみにスプーキーマジカルナイトのやつ着たい。ああ。あはい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 。あれ、例の、例のなんだこの魔法を使いなやつですね。 ぽい感じかな感じ。そうそうそう。これは魔法をコンセプトにしているんですよ、スプーキーマジカルナイトはね。マジカルですからね。はい。マジカルマジカル。ね。ということで、こんなね素敵なね。うん。イラストありがとうございました。バルムはい。そして、じゃあ、リーダーお願いします。そうですね。来てしまったのか。来てしまったのか、最後の告知。みんな待ってたね。よく待っててくれました。よく待っててくれた。

ちょっと何をす不なる狂気の器。湧き上がり。否定し。痺れ。瞬き。眠りを妨げる。破壊する鉄の王女。絶えず自戒する泥の人形。結合せよ。反発せよ。父に満ち。己の無力を知れ波動の 90! 黒ひつぎいや、そうなんですよ。実は今日の告知ってこれなんすよ。これなんですよ。 2人でこれやるっていうのがね、初のね、試みやったんですけどね。いや、俺、ねきということで。これ、ガチで覚えようとしたんや、俺。俺、寝ながら、あの、なんだっけ、寝ながら覚えようとしてて。俺ね、でもね、この間さ、配信やったんや、俺ら。そうなんですけはい。あの、二人その時にやらんかったから、俺やらんやと思ってなるほど。 これ告じゃないから、あのマジで信じてる人出ててきたからごめんね。マジこれ信じてたらやばいでしょ。うごめんごめん、ちょっと次まで覚えておきしまた振って。オッケーはい。あ、ちょっと待って、画像を取り込むの忘れてました、僕。はい。じゃあ、ほんまに今のうちに俺、もう一回今から告知するよってリツイートしてくわ俺もするわ確かに。みんなもよかったら、浦島坂田タさんの告知って適当に何か書いてもらって。言うか、俺らのリツイート、もう一回リツイートしてもらって。はい。 これが告知じゃなかったんだってね。これ3枚でね、左のね。うんはあ、3枚です、3枚です,枚です、はい。ちょっと待ってくださいね。これはい。もうこれでも1枚目からやわ。<laughs> もうまあ1枚目見たらもうすべてが。もう1枚目ですべて,て,、うん、て語ってるからね。うん、なんか毎回1枚目ってさ、なんかこう、お知らせみたいな感じで来るからさ。そう、みたいな感じ、ね。 まだかってなるんやけどこれもいきなりきてんなついにみたいな感じでねそう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 初のみたいなおららららっていうねこれ2つ目はもうあれなのかよいしょ2つ目はもうてかもうそうですね全部全部か確信に迫ってますもん確信に迫ってるとはいよいしょちょっと待ってくださいはいいつでもできます私もいつでもいきますどうしますじゃあ浦田さんがもう全体的に すね、読んでいただく感じね。はい、じゃあ私が読まさせていただきます。はい、お願いします。ますなんと、浦島坂くらはい。初のなめた初の,初の <laughs> はい。無観客ライブはもう言いましたね。皆さん言いましたね。<ー>ってことは、うん。ネット関係ではありませんかと思ってしまいますね、やはり。おー

やっぱね握手会じゃないですけどやっぱり近しいものってみんなもしかしたら待ってたんじゃないかなというは,、ね、はい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 うじゃあ二個目出します。はいはいはいはン,ンはいこちらオンラインミーティングの方は近日発表出演者浦浦島島坂坂田田田線浦田抜き島隣の田千、うん、これは確かに出演者が別だったら怖いわ。 <laughs> ね、サインに確かにね2つ目オンラインサイン会こちら2021年1月17日14時からとなっており <laughs> マウスがこの下の方を読ませていただきますと、えー、本イベントは当選されたお客様の,お客様のみ閲覧いただきますフリー閲覧はございません本イベントはパソコンスマホタブレットにて閲覧可能です アーカイブはございません。生配信のみとなります。はい。これはオンラインサイン会についての目印ですよね。そうですね。オンラインミーティングに関しては、詳細とかも近日中には発表できるなというところでお待ちいただければなと思います。はい。これは近日中でいいんだっけ言ってもいいことがあった。いいよ、いや言ってもいいよ。あのわゆる範囲のやつ。えっと、一応さっきディスコに貼ったんですけど、はい。えっと、ちょっと、この内容ですね。 まずオンラインミーティングの方ですね。ミーティング、こちらなんですけど、僕らよくサイン会とか、サイン会じゃねえ、えっと、握手会か。うん。握手会などをさせていただいてて、まあ、それに、それに似た感じのものでございます。ただ、え今回はですね、オンラインミーティング、1対1、括弧メンバー4名。だから1対4か。1対4やね。一対四で話ができる。うん。 まあ割としっかり、えー、ちょっとできるように調整中でございますとそう,、ね、そうですねはいっていう、はい、まあこっちがオンラインミーティングでございますお話できるみたいな感じですよね、はい、我々とそうですね,、はい、ねまあもちろん当選された方にはなってしまうんですがそうですね、はい ビデオ通話式みたいな感じですねそうですねパソコンかまあタブレットかスマホか何か自分の合ってる環境で参加していただく形になりますねはいでえっサイン会の方はまあ当選者のみサイン会の模様視聴ができますこちらは相互ではないですはいでサイン会はサインにはご希望のニックネームを入れて後日発送という感じになっておりますそうですねなのでまサイン会はいわゆるなんかこうね我々がいる ところにカメラがあってそのサイン会の風景をまあ閲覧できるっていう選ばれた人に選べるっていう。なおかつ選ばれた人にはサインが後日送付されるっていうような感じですね。はいありがとうございます。じゃあ三枚目出します。はいはいこちら対象商品二千二十年十一月二十五日水曜発売アルバムレインボー初回限定版通常版でオンラインミーティングの方がこちらアニメイト全店アニメイトオンラインでございます。はい。で応募対象期間および詳細は近日中に発表でございます。 オンラインサイン会の方がタワーレコード全店、タワーレコードオンライン2020年11月24日、つまりこれはあれだね、あのーはい、フラゲ,フラゲして正午、フラゲした正午から2020年12月28日正午、<laughs> ううね、月曜日正午までとなっております。はい、はいお願いします細かい詳細などは、一応ツイッターの方でも、えー、と出しますので。そうですね はい、よろしくお願いします。で,で下に書いてありますね,なんかねこちらですねちょっと読みますね商品のご購入の方に先着でシリアルナンバー、えー、こちらシリアルナンバー付き応募券をお渡しいたします、はい、その応募券に記載された方法,方法に従ってご応募ください当選メール1通につき当選されたご本人1名様のみのご招待となります しはい、サイン入り式紙はイベント終了後に随時発送,発送させていただきます。はい,いえで、その下、これ多分ね、あ、まあいいか。対象商品のご予約はお電話とタワーレコードホームページの店舗予約サービスでも受けた,受けたま,まっております。うん、こちらこ<れ>オンラインサイン会の方ですね、ちなみに。そうですねすで、はい、にご予約の方も。 応募券は商品ご購入時のお渡しとなりますタワーレコードオンラインでご注文いただいた方には商品と同梱で発送させていただきます、うん、ご応募の際にはタワーレコードメンバーズのご登録が必要となりますお問い合わせは店舗で予約された方はその店舗オンラインの方はオンラインにてお願いいたしますお願いしますはい,はいという感じなので,です、ね、もうオンラインミーティングに関しての詳細っていうのは、まあ、本当に近日中に発表ということでそうですね,ですねミーティングの方ははい でね、あの、まだちょっとやれていないハイタッチに関して、日常のやつですね。これは100%やる予定がありますので、はい。これは絶対にやりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ただ、ご時世ですご時世ですんで、ハイタッチ会なんで、やっぱりどうしても接触してしまうということで、いろいろその情勢見つつ、会場をえつつというところなんで、こちらの方はもう確実にあると思うので、そうそう、これ完全にね。 そマーシーが今言ってくれてるけど、うん、接触イベントになっちゃうからそのそうです、ね、まあお互いがお手を触り合うという <laughs> い<や> <laughs> ある意味だいぶよりき、ね、まあなのでねいろいろ情勢が落ち着いたらまたしっかりとやらせていただきますのでよろしくお願いします,す、ねはいはい、お願いしますはい,はい何か補足とかって大丈夫ですかね えっと、コメントで通常版はどうですかっていうのがあったんですけど、<あ>この上の方にね、はいえー、初回限定版と通常版で書いてますので、中はい、通常版の方でも、えー、ともうすでに購入されている方は、もう応募済みということになってますね。うん、は,いはい。大丈夫でございます。はい。はい、よろしくお願いします。で、このあとツイッターに、そのツイッター用の画像を投稿させていただきますので、はいはい、こちらも皆さん、よろしくお願いします。お願いします。以上でございますね。 はい。という、まあ、初の。そうですね。まあ、オンラインサイン会も、まあ、二つとも初だけどね。どっちも初だね。そう。まあ、このご時世だからこそと言いますか。うん。なかなか、俺らもちょっと面白いような取り組みをさせていただいておりますよ。うん。ね。そうですね。いや、どうな楽しみですね。まあ、このご時世に合った催しですよね、完全に。そうね。そうね。 はいまあだから言うたらこう今まで握手会とかやったら地方にね例えばそのもう極端な話沖縄とかやっぱ遠いなって東京なんて行けへんよっていう人でもこのオンライン式であれば応募することができるし喋ったりすることがまあできる可能性があるっていうことやもんね今回のね。おうにいてもできるし親御さんも安心だよっていう感じになりますねそうですね。 ちなみにオンラインサイン会の方は、はい、あの僕らがあ、当選された方のみですけど、僕らがまあ雑談しながらサインを書いているという風景が見られるって感じだっそうですね。はいはい、すねなので、個別にお話ししたりはちょっとまあできないっていうのはオンラインサイン会の。そ,ね、まあその回といっちゃなんですけど、その実物が後ほど届くっていう。そうですね。うん、事前にハンドルネームを多分お伺いする形になって、それを読み上げて、今からまるまるちゃん書くねみたいな感じで話しながらさそう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 。直接書いていくという形になりますね。なります 先着じゃないです。先着だったら、先着だったら、フラゲ有利すぎんって感じですからね。かにね。抽選になります。てるかかららになっちゃうね抽選ですので、よろしくお願いします。お願いします。はい。公式はツイートしてくれたかなしてますね、たぶん。してます。レイスイート 皆さんの方たリツイートしてください。よろしくお願いします。いますというわけで、本日202回浦島坂田戦の月曜日でした。ありがちーありがとうーーまた次回の配信とかでお会いしましょうバイバーイバイバイナイスフー